Thank you.
昔から近いのと日本人っていうのはコネクションが
感って、なんかメキシカンと日本人ってすごい近いものがあるんですよね。ローライダーのムーブメントが90年代前半にすごく高まっていった時に、あの、まあ、ローライダーマガジンがあって、もちろんそのギャングとかチョロって言われてるギャング の, あのファッションとかそういうのも非常に入ってきたんですけども、まあ、その時に、まあ、僕みたいに何人かのそういうアメリカのロサンゼルスで体験した人間が、まあ、それだけじゃなくてやっぱりストーリー、ヒストリーについてそうやっぱり雑誌に書いたりとか、あと、まあ、先輩たちがそういうことを伝えたこともあるんですけども、あのやっぱりアメリカの中でチカゴたちはマイノリティであるということをみんな知っていたので、マイノリティだからゆえに社会に対して何か自分が言いたいことをその政治的にアナウンスするんじゃなくて、車を通してファッションを通して自分を表現する。
you.